はい、P-TECH カンパニーの日高です。少し時間があったものですから、私の地元小田神社へ参拝に行こうと思いまして立ち寄りましたところ、ご覧のように足場が設置されておりました。おそらく前回の台風10号の影響だと思いまして、外壁の方をぐるっと見て回ったんですけど、特に不具合らしきものは見受けられませんでした。裏面の方には一部足場がかかっていないところもありますし、軒の崩れ落ちとか外壁の穴開きとかも特に発生しているような感じではありませんでしたが、足場がかかっておりますのは拝殿のみとなっておりまして、最近修復工事を行いました本殿の方には足場は設置されておりませんので、被害は一切なかったものと思われます。足場のタラップの方を上へと上がりましたところ、瓦がずれ落ちたというんですか、台風の風で剥がれ落ちたような状況となっております。もちろん見てわかる通り老朽化がかなり進んでおりまして、それが直接の原因だと思うんですけど、ビニールが引き詰めてあるところを見ますと雨漏りとかそういったやつも発生している可能性もありますね。前面に足場がかかっていないところを見ると、裏側の方はそのままにしておきまして、表側の方だけを瓦を落として下地をやり替えて新しい瓦を拭こうと思っているんじゃないでしょうかね。こちらの方も氏子の方がみんなでお金を出し合って修復仕様に充填するんだと思われますので、裏側の方まではおそらく予算がないんだろうと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。本日は私の地元小田神社の台風10号の被害状況報告でした。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。